龍太って言うだけだ。これやばい。コアラさんです。はい。コアラさんのやつが今回コンデレですね。はい。すごいなこれ。龍太用です。そうですね。プロクソン。はい。こっちもコアラさん。そうですね。これ2個もできた。やばいな。ピクサーの映画に必ず出てるイザプラネットをちょっと作ってみました。うわすげえな。でこのリューターにもこの、ね、中にベアリングちゃんと入ってるっていう。これも回ります。オンになる。オンになる。何これ。なんかねクオリティがねなんかちょっと違うっすよね。いやこれ制作ペン見てます。見てる。これやばくないですか。これブラストアローのブラストアローのフェンダー合体させて。すげえ。すげえ。こんなのあるんや。ほぼミニオあの LED 以外ミニオフのパーツです。すげえ。何この2台。なんかから作ってるんですか。これはランチボックスの後ろ側をここに板を乗せて。買って買って持って作ってます。すごいな。でこの味の出し方味の出し方もやばい。うっすらとでガラスもポリカあ、はい、でタミヤのが分かるように一応タミヤロゴが入ってるところ。アンテナねアンテナねアンテナも中空中空ペラシャーと2ミリと 1.4 なるほど。で確かオレンジクラウンかなんかだと思う。このアンこの状態なんかピクサーで見たことあるんですかね。いやこれ映画見た人はそう本当にトイストーリーとか見ていただければ、ね、いや絶対出ますね。いやこのリアのさこのねコンテナとかさその現うわすげえ再現してる、はい、やばい。でこれはもうミニオンレースやったら誰でも分かるっていう誰でも分かる誰でも分かるってやつやばいな。遊び心ありまくりやな。なんかもういやコアラさん今までね実際会ったことなかったのでツイッターでしか見たことなかったんですけど生で見たらマジやばいやばいやばいこれ持って削ってしまうそうですね。リューターリューター言うで、ね、でもこれキッといっちゃいますねこれもあの普通のペラ車を曲げて、はい外径ホイールです。あそうなんですか。外径ローハイトかなうまいこと粒さんで曲げるのも、ね、うん、ます普通にすごいしどうすか。やばいです。この部品何か分かりますか。この部品何でしょう。でも分かりますか。これかこれかあの AR とかのボディキャッチャー。そうです。すごい。こんなん分かりますこれミニオンってでも結局プラバンは使わないで、うん、トラック類のからプラバンを削り出してこの形に作りました。かせられてないけど俺レギュラーですね。そうですね。コンデレでねタミヤっていう縛りがないってなるとやっぱ自己レギュラーを作ってなおかつこのクリオティクリオティクリオティって言おうとしたクオリティね。クオリティやばいっすよね。やばい。遊び心満載でございます。やばい。持ちどころがわからない。今日出すのはこっち。今日出すのはあのダンシングライダーで。ダンシングライダーバックホームの時に。バックホームにお邪魔して。あ、はいはい、あ、なるほど。マシンだけお邪魔した。これすごいな。でもこれ一回出したんですけど、走りも。そう、はい。これはまだ出したことないです。あ、これ絶対かかる。でもタミヤさんでしたら妙なんかな。ブラックさんで。でもタミヤねピント出すぐらいなんで。あ、そうかそうか。うん、これでスペース。これはもう昔のマシンです。これが今日です。そうですね。ボディもねもうこれぞコアラさん的な感じもあるもんね。現代ミニオンク作れないんで昔の引っ張り出して。一番はこれね。これですね。これ何かわかりますよね。これと一緒ですよね。これと至る所に味が詰まってるコアラさんのマシンでございます。ネットで見たマシン。これ今日ですか。これ今日です。何これ。ちょっと顔は変えました。また回収品仕様になる。下回しや。うわ。持ってくるマシン、持ってくるマシン。全部が見入られるっすよ。すげえ。すげえ。やばいと思うこれ。これモンも多分ミニオンですか。そうです。これ全部ミニオン。ミニオンパーツ縛りの。やばいな。ジムニーです。ジムニー。あ、ジムニー。お前ジムニー。ほぼジムニーです。ほぼジムニー。なかなかね、
ここまで再現できないですよね。これ走るこれ走ります、ね、ただローラーがついてないんでコースはあー無理やけどもっていう。いやでもね、ちゃんと走ることの意義ある。そう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 、それでやっぱありがとうございます。ありがとうございます。ここは新たな辺で一つできますね。